3番目3番目で、あのこれはあの演習の 6.3 に当たります。それでまあ、A をあのケーリー・ハミルトンの定理で、定理を用いて、A の N 乗を求める。これ問題ですね。で、ゆっくりいくと、1番目は A イコール、1、2、3、マイナス4ですね。それで、ファイエラムダは、あ、で、ケーリー・ハミルトンの定理ですけど、A イコール、A、B、C、D。これは、複素数でもよくて、それで、A 次乗マイナス、A プラス DA、プラス、行列式ですね。AD マイナス、BC 倍の I2 が、O2 だったわけです。まあ、これはファイエラムダ、ファイエラムダを、ちょっと計算しましょうか。ラムダマイナス A。これで、そうすると、ラムダ乗マイナス A プラス D ラムダプラス AD マイナス BC ですね。で、このラムダ乗 A 乗にして、このラムダを A にしたものに当たります。それで、というわけなんですけど、まあ、ですから、ちょっと、いきなりこれを書いちゃいますけど、そうすると、まず、行列式から計算しときましょうか。マイナス4、マイナス6で、マイナス10ですか。ですから、A 次乗で、これ、マイナス3ですか。で、マイナス 10A。そうですね。で、だから、まあ、これ書いた瞬間、こういう多項式は、ラムダ次乗、こういう方程式は、ラムダ次乗マイナス3ラムダプラス、マイナス10イコール0なんだけど、これはラムダ、固有値はラムダマイナス5とラムダ足す2であってるかな。というわけです。それでそうすると、これは A 次乗引く、5引く2、5足すマイナス2が3ですね。で、それで5かけるマイナス2が、あ、これ A ですよ。マイナス U ですが、これになりますね。で、そうすると、ちょっとこれはもういいかな。こんな風に A 次乗、このマイナス 5A だけ残して、あと向こう側にあると、A 次乗マイナス 5A イコール、マイナスだからマイナス 2A ですか。で、マイナス5倍の、マイナス2倍の I2 ですか。まあ、ですから、A の A マイナス5倍の I2 がありますか。で、マイナス2で来ると、ちょっとなんか変だな。ちょっと待ってください。あ、ここプラスですね。あ、マイナス2、ちょっと待って、マイナス 2A、マイナス2、合ってる。そうするとマイナス2でこれくれますから、マイナス2でこれくれるから、ちょっと僕意味ですけど、A マイナス5倍の範囲ですね。それで、A 次乗、じゃあ、このマイナス2を残しましょうか。で、マイナスマイナス2で、A プラス 2A で、あとこっち持っていくと、5倍の A で、マイナス5かけるマイナス2倍。で、これは
A と A プラス 2i ですね。で、こちらも同様ですね。マイナスとマイナスで5で来ると A プラス 2i ですね。で、ちょっとまとめて書いておくと、A の A プラス 2i が、上から順序が変わっちゃった。A に A マイナス5倍の i2 をかけると、マイナス2倍。A マイナス5倍の i ですか。それから、A に A プラス 2i2 の2を抜かしがちですけど、これ5倍の A プラス2倍の i2 ですね。で、それでちょっと片方だけやりますけど、片方だけ使いますけど、それで、A 次乗したらどうですか？ A 次乗の A マイナス5倍の i2 ですか？そうすると、A 倍の A マイナス5倍の i2 が、これにマイナス2倍の、どう書けばいいんだ？こう書いた方がいいかな？こうなりますか？で、このマイナスなんてどこに書いたって同じで、で、これにまた A かけますから、それとマイナス2の2乗の、こうですか。で、A の3乗はどうだ。というわけで、そうすると A にマイナス2の2乗の A マイナス5倍の i になっちゃいますね。そしたら、マイナス2の乗こっち左側やったって全然変わらないですね。これどうせ交換しますから。で、これで、で、またこっちで A かけちゃったら、マイナス2の3乗の A マイナス。まあ、というわけで、A の N 乗も分かりまして、繰り返していくと、A の N 乗に A マイナス、5倍の i2 をかけると、マイナス2の N 乗の、こうなります。で、今はこれを使ったんだけど、今度これを使うと、A の N 乗の A プラス、2倍の i2 ですか？これ5の N 乗の A プラス2倍の i2 となります。というわけで、から、A の N プラス1乗引く5倍の A の N 乗ですか。これがマイナス2の N 乗の、こうなります。で、下の方は A の N プラス1乗プラス2倍の A の N 乗になりますね。これが5の N 乗の A プラス2倍の i になりまして、引くとどうですか。1番と2番。1引く2でいいですね。1引く2をやると、この A の N プラス1乗が消えまして、マイナス5引く2でマイナス7の A の N 乗になって、これが、ああ、大変。マイナス5の N 乗の A プラス2倍の i になって、したがって、ちょっとこっちに書くと、これマイナス7で割ると A の N 乗は、こちらから書きましょうか。7分の1の5の N 乗の A プラス2倍の i にマイナス7分の1の、マイナス2の N 乗の A マイナス5倍の i にっていうふうになります。これが答えです。それで、で、ちょっと汚ねえな。で、2番目は、A イコール何でしたっけ？ちょっと、まとめ、ちょっとまとめなんですけど、A の固有値が、アルファベータにしましょうか。これ
実行列でとしましょうか。で、もうこういう字が実じゃなくてもいいんだけど、で、違うとしましょうか。で、そうすると、実はこの状況で A の N 乗ってのは、アルファの N 乗の、これを満たす、N によらない X0、X1 があるってことが大体わかるでしょう。これが存在します。まあ、というわけで、N で、いろいろ、大きかったり小さかったりしていくんですけど、まあ、アルファ N 乗っていうのと、ベータ N 乗っていうような要素しかないわけですね。これは、知っとくといいのかな、多分。だから、ここの例ですけど、これだから5の n 乗の7分の1の a プラス2倍の i2 でしょ。プラス、マイナス2の n 乗のマイナス7分の1倍の a マイナス5倍の i2 ですか。だからここが例えば x0 で、これが x1 っていうふうに。合ってますね。それで